事故物件。はい、こんにちは、ゆうぽんです。今日はですね、こちらチラズアートさんの初代のね、ゲーム事故物件、皆さんご存知でしょうか。なんか見たらね、2019年にね出てたホラーゲームらしくって、今日はね、こちらの事故物件プレイしていきたいと思います。いや、どんどんね、私ね、チラズアートさんの過去作品をねプレイしていってるんですけども、その中でもね、かなり古いゲームになっているみたいです。もううち結構事故物件苦手なんだよね。あのさ、ね、なんか何個か突っ込んでいい？おじさんいます、誰かいます、誰？ゴリラ？まあ、ちょっとね、もうオープニングから結構不気味な感じではあるんですけども、早速プレイしていきたいと思います。スタート。いや、怖いな。うわびっくりした。うわー、確かに初代のねゲームといえども、やっぱチラズアートさんって感じはする。あいつ急に家に来いってなんでかな。急に家に来いってなんでかな。なんか喋った、ボイス付きだ。ちょっと一旦設定するね。うん、ない方がいいね。ちょっとこれはなしにしていきます。じゃあまあこんな感じでね、今日行きたいと思います。いやー、なんかすごいな、やっぱりチラズアートさんだわ。しっかりチラズさん。う、眩しいな、お前この自販機めっちゃ発光してるじゃん。虫集まりそう。おー自分が虫みたいになるっていうね。いやー、すごい綺麗綺麗。やっぱり、え、なんか早速落ちてる。なんだろう、10円何に使えるんだろうか。今10円って、10円ってさ、今何も使えなくない？駄菓子も値上げしたりとかさ。この道で合ってるのかな。合ってるんじゃないかな。どうだろうか、信じていこっか。こっちかもしれないね、もしかしたら。いけるんだけど、なんで？マジ？なんかあるか、これ。うわ、なんかおかしくなったら嫌だ。いけるんじゃ、いけるんじゃ、わー、くそ！ごめんなさい、すいません、猫だけで驚いてしまいました。かわいそう。なんかもっと言ってあげて。何そのかわいそう。あ、確かにかわいそうだな。これ救急車呼ばなきゃいけないんじゃない？まあ、いっか。なんもしそうにもないんでね。え、なんか落ちてる。なんだろう、くっさ、魚？へえ、魚丸ごと捨ててんのか、ここに。確かにそれは臭そう。これなんか他にも見てみる？こっち行くとなんかあんのかな？どうだろう。あ、行けない。行き止まりだ。行けなかった。じゃあちょっと行きましょうかね。うわぁ！それも、先に家に入っててって言われたけど、あいつバイトでもしてたっけ？誰の話してるんだろう。家に帰、あ、待って、家に帰ってねっていうのが事故物件だったってこと？多分ここだよね。ここが多分今回の事故物件となるところなのかなーって思うけど。でも事故って言ってもどんな事故だったのかにもよるよな。やっぱりバイトでもしたっけって言ってたってことは、もしかしたら招かれたってだけかもしんないね。ここなんだ、入れるか。あー、入れないわ。すいません、見てますか、ここから。どこだろう。家に入っとけって言ってたってことは、家に入んないといけないってこと？これ、なんか聞こえる？でも聞こえないか。なんだこのオブジェ、怖っ。やだわ、あんなオブジェとか。で、どこなん、あんたの家。あ、でもこの子の家ではないのか。主人公ってか、今動かしてる子っていうのは女の子だもんね。これ、10円って何に使うの？妙ね。え、何が？シワクソの紙が置いてある。100円。どこかに落ちてないかな？どういうこと？え、なんでシワクソの紙が、あ、え、なんかあるぞ。これ100円なんじゃないか？期待を込めて500円で。え、60円だった。え、あ、50円か。あと40円。下見た方がいいんじゃない？ちょっと主人公ちゃん。下。大体したってね、たまに500円とかね、100円落ちたりするからね。しわくちゃの紙ってことは、じゃあ、ワンチャンこれから先何かあるかもしんないね。で、ちょっと階段登る前にこっち見てみよっかな。なんかあるかな？ライトに照らされたら手に見されてしまうとか。ないね。うわー！うわー！すごいな！こちら皆さん、事故物件の裏でございます。住んでないのかな？ここの人たちは。なんか不気味だな、超不気味。これなんかさ、家のさ、この後ろ結構怖いよね。この家の後ろ、ここに、うわ怖いな。いや怖いわ、これは。
なんか事故物件じゃなくても怖いわ。家の裏ってうちあんまり好きじゃない。でもなんかちょっと見ちゃいけないものを見れるかもしれないっていう淡い期待を持ちながら、まあ見るのはね結構面白そうですけど、でもなんかちょっと怖くてね、無理だな。なんもないか。あ、いけないね、行き止まりだわ。じゃあ早速ね、ちょっと多分きっと家は2階にあると思うので2階に上がっていきたいと思います。いや、皆さん事故物件に住んだことありますか。まあないわな。まああんま選ばんよな。相当お金に困ってないと選ばんよな。でもどうだろうな、めちゃくちゃお金に困ってて、なんか別に事故物件気になんないなと思ったら住む人はいそうだよね。逆にそれを楽しみとしてしてる人は。もう怖いでこれ、柱がいっちゃん怖いからね、この中で。もうどんだけ大量出血したんっていう柱、みんな頭でも打ちつけたんかっていうね。いや怖いわ。あ、ここか。ノックするだって。ここで合ってるのかな。なんか知らないところノックしてない？大丈夫？あ、ないね。ないね、ないね。あ、開かないね。じゃあやっぱあそこか。うわー、ついに始まるのか、事故物件。行ってみる？ノックしますか。はい。コンコンコン。すみません。すみません。てんてんてん。本当に誰もいないんだ。だってそうじゃん、バイトやってたっけ。なんか先に行っといてって言ってさ、いたらキモくない？逆に。なんでお前いんのみたいな。どこからか入れないかな。お前侵入しようとしてんのか。どこに鍵あるって言ってたっけ。どこに鍵あるって言って知らん。あー忘れちゃった。ここから入れそう。ここからだってどこに鍵あるって言ったっけ。ここから入れそう。鍵さ、あ、え、思い出した、植木鉢の下にあるって言ってたんだった、めっちゃ変なとこに置いてるね。まあいいや、入らなくていい。こっから大丈夫。私はできればね、ここから入る君を見たいな。まあいいや、植木鉢、あー、ここか。おー、ずれたな、ずれたな。でっかいな、鍵。鍵ゲッチュー。よし、じゃあ今からね、事故物件入っていきたいと思います。もうテンションが事故物件じゃないよね、もうね。え、綺麗じゃない。ゆっくりと閉まっていきました。はい、こちらが私の靴でございます。嗅ぎますか。なんか何この半開き、超気になる。まあ、特になんもないか、今は。なんだい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 この穴。なんかこう、スポッスポッスポッってこうやりたくなるような、これなんだろう。何かが詰まってて何も見えない。何かが詰まってて何が？てか、なんで、ここに住んでる人はさ、A 型ではないね、間違いなく。間違いなく A 型ではないわ。半開きが凄まじいぞ、これ。A 型は、こうなんかこう、シャってこう、スワってこう決まってないと嫌なのよ、なんかモヤモヤして。気持ち悪い！と、なんかとにかく。AB 型なんですけど、私。でも一応 A 入ってるんで、こういうのちょっと気持ち悪く感じちゃうな。広っ。すごくいいところじゃん。今言う？今？散々キッチン見といて、穴まで見て。今？遅すぎでしょ、反応。いやー、なんだろう、これ食べちゃいたいな、ドーナツ。でも本当に、事故物件だと思えないぐらい綺麗。映るか？あー、安定に自分は映らないね。ドーナツ多いな、あんた。ベッドだ。うわー、いいね、ベッド。結構黒。開けっぱやな、お前はそうやっていつも。あ、なんでここに椅子あるん？看病でもしてもらってたんか？これ開けっぱすごい気になる。これ隠れるとかないよね？そういうゲーム？隠れるとかないよね？でもなんかあるね、これ。なんだろう？あれ？このノート破れてるけど。ガチャって聞こえた。どうしたんだろう？探したら見つかるかな？ね、今ガチャって聞こえた。誰か入ってきたくない？気のせい？なに？紙探せってこと？なんか怖くない？ねえ、なんか怖くない？あれ何？なんかさ、一気に怖くなってきたんだけど。何あそこ？何あの血だらけなの壁？あんな部屋あったっけ？あ、なんかある。
え、なにこれ、え、なにこれ、え、なにこれ、え、え、殺すわけじゃないよね、大丈夫だよね。なんか武器を持ちました。特になんもない、特になんもない。でも綺麗だなー。あれ、これうちと同じじゃね、洗濯機。あ、でもうちなんか全体真っ白なんだよな。なんか似てるな。お風呂、あー、お風呂も、おーおー、汚ねー水だな。なんなのこれ、やった方がいい。お、流れてった。汚いよ、水が。鉄もなんか臭そうな水。なんか出てきた、なんか出てきたんだけど、なにこれ。待って、取れない。これ多分今は取るなってことだね。今は、あ、待って、しまないで、しまんないで、ちょ待ってって。とりあえずこの棒でやんないといけない。多分ね、この穴だと思うんだよね、うちは。だよね、やっぱそうよね。そうなんだよ、やっぱり。先に見つけてしまった。なにこれ汚い。え、なにこれ汚い。これから読めってことか。え、汚いな。なんだこれ。ちょっと見てみるか。あ。4月4日。やっとで引っ越しが終わった。初めての一人暮らし、とても楽しみだ。これで俺は自由だ。母さんが言うには、家賃がとても安いらしい。それも、学生の一人暮らしとは思えない広さで、転校しなくてもいい場所なんて神がかってるな。こんなとこ見つけられたなんて、母さん、ラッキーガールかよ。バッドガールだね。いや、バッドボーイだな。今日は、引っ越し祝いに、母さんと父さんと3人で外食したけど、2人もずっと笑ってたな。やっぱ、俺は母さん、父さんの笑顔が好きだな。母さんと父さん、俺の家に1週間だけいるって言ってた。俺は全然一人でやっていけるのに、2人とも心配性だな。そんなに心配しなくても大丈夫なのに。ああ、じゃあここに住んでるの男の子か。で、その男の子の家に、この子が今お邪魔してるって形ね。なるほど。読み終わる。はい、読み終わる。でもお母さんとお父さん笑ってた。でもお父さんとお母さんワンチャン知ってる可能性はあるよね。ここ事故物件でみたいな。でもそれを笑ってるお母さんとお父さんも怖いよね。じゃあこれね。持っていきます。濡れてる。だろうな。乾かさなきゃ。読めるでしょ。いけるよ、髪は。いけるって。え、待って、ドライヤー？マジ？ドライヤーを使う。吹き飛ぶよ。やるじゃん。え、なんか、じゃ、なんか、なんか、なんかすごい、なんか、髪が動いてる、髪が動いてる。はい。コンセント繋がっとらん。コンセント繋がってないのに。どうやって乾かしたんだ？まあいいや。ゲットしました。これで乾いたんだ。すごいね、それは。てか、100円のっか落ちてないかな。じゃ、これ2枚目。7枚あるみたい。4月5日。引っ越しの片付けに追われた一日だった。もともと荷物は少ないとはいえ、片付けるのは一苦労だ。父さんと母さんにも手伝ってもらったから、思ったより早く片付いてよかった。父さんはこの家をひどく気に入ったみたいで、1週間と言わず、もう少しいようかななんて言い出した。え、知らないのかな？俺の家なんだからやめてくれ。今日はオーナーが挨拶に来てくれた。なんだかとても疲れたような顔をしていたけど大丈夫か？このアパートを借りたことを泣きながら感謝していたけど、こんないい部屋こっちの方が感謝だ。最後、小さい声で、本当に申し訳ない。って言ったように聞こえたけど気のせいかな？知ってたんか知ってないのか。父さんはじゃあ、わざと、ああ、一週間とも言わずです。もう少し言おうかなって言ったのかな？父さん知ってるな、これ。マジか。いや、父さん、ん？なんだ？時計が。この時計止まってる。壊れてるみたい。え、どうすんの？どうすんの？いい？別に。壊れ、じゃあ時間は何時なの今？ちなみに。何時ですか？もう部屋ないのかな？あとこっち見てないか。ん？鍵かかってる。マジか。あ、待って、外出れるんだけど。外行ってみる？そしたら。外行ってみるわ。扉閉めといて。落ちてないもんかな。え、なんだ？誰？お前それちょうだい！ちょうだいそれ！お前！ちょうだいそれ！神！これどうすればいいんだろう？ちょうだい！
ちょうだい、返して。ダメだな、言葉通じないな。あなた言葉どうしたの。いや、どっかにあんのかな。うわ、怖いんだけど。え、なにここ。待って、お腹痒くなってきた。なにここ。え、誰、気持ち悪いんだけど、ここ。え、なにこの、え、きも、え、なにこれ、そういう模様なの。なんか誰かいる。なんか手赤くない。手赤いよね。え、なにお前、誰。入っていいの。入れない。え、ノックする。え、ちょっと待って、おじさん見ながらノックする。ノックする。はい、おじさん、すいません、大丈夫ですか。聞こえてないのかな。え、怖い怖い怖い。入れる。入れた。あれ、おっさんいない。親父。え、怖い。何この壁、結構無理なんだが。この壁結構無理なんだが。何これ。アパートメモ。このアパート…え、何、怖い。このアパートは取り壊すことができない。取り壊そうと思い業者に電話しようとするが、なぜか何度かけても繋がらない。母が急に何とかになるが、取り壊すことを諦めると元に戻る。お払いができない。神主にお願いに行くと、いつも用事で神社にいない。友人に頼んで来てもらうことにすると、道中神主は事故に遭う。え、どういうこと。お札は効果がない。お札をたくさん買い部屋に貼ってみるが、翌日にはすべて剥がされて床に落ちている。お札を貼ると頭に呪いの文字が浮かび続ける。アパートには火がつかない。火をつけてもすぐに消える。火をつけることはできないらしい。まあでも、ある意味火事になんないからいいことなんじゃないで、よく考えるとね、アパートは売り続けなく、アパートは売り続けなければならない。このアパートの住人は長くて1ヶ月しか持たない。1週間で呪われ体を乗っ取られるらしい。そしてどこにいたのか一人もわからない。アパートを売ることをやめようと思った。しかし毎晩夢にうなされ続け、誰ともわからない奇妙な声に、人を連れてこいと言われる。アパートを売らなければ自分だけじゃなく家族や周りの人に被害が被るのは経験上わかる。売りたくないが売るしかない。今日も一人、あの呪いによって、誰かこの地獄をどうにかしてくれ、助けてくれっていうのが、多分もしかしたらさっきのおじさんの声だったのかな。なるほどね、売り続けなければならないと。滑舌。あら、ご飯食べてたんだっけ。ちゅっと、うわ、マジか。なにこれ。え、なにこれ、なにこれ、これなんかあるね。これなんかあるわ。だけど紙持っちゃったから、だから一旦ちょっと呼んでくるわ。え、怖い、しまった、怖い。ただいまー。3枚目いきます。4月6日、今日から新学期が始まった。おめでとう。おめでとうではないか入学じゃないからな。変わり映えのない連中だけど、やっぱあいつらといると楽しいな。俺のアパートを見たいって言われたけど、どうしようかな。担任は真城先生だったな。どんな先生だろう。そういえば朝アパートから出た時に、近所のおばちゃんらしき人が集まってアパートを見ながらひそひそ話したけど、何だったんだろう。何かご用ですかって聞いたら、何でもないって言ってすぐ立ち去ったけど、誰かに用事があったんじゃないのかな。このひそひそはあれだね、もう事故物件だからだね。あそこに住んでる、呪われるんですって。多分あの子も呪われると思いますみたいな。うわー、絶対これ話してるの、おばちゃんたち。逆になんで周り知ってるのにこの子は知らなかったんだろうかね。そこもちょっと気になるところではある。じゃああと4枚だね。さっきのさ、ところになんかはしごがあったから、ちょっとはしご登って見てみたいと思います。もしかしたらなんか上にあるんじゃないかなと思うので、どうだろうか。う、怖い、本当にこの壁どうしよう。別に何もいないのにすごい鳥肌立つ。なんか持った。ここでは使わないの。え、じゃあどこで使うのこれ。え、待って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 、どこで使うのこのはしご。なんかあったっけ。なんかあった、はしごなんて使うとこあった。なにこれ、これ何に、車の上に乗る。
車の上に乗るのかな、もしかして車の上。違うな。え、なんだろうこれ、どこだろうこれ、どこに使うのこのはしご。なんか部屋あったっけ、使える場所。あ、待って、あ、待って、あ、なるほどね、なるほど。え、なんかいる、なんかいるくないこれ。あ、違うわ、あれだ、あのフレグランス、お面かぶってる人だと思った。もう怖い、どうしよう、今日想像力豊か。じゃあちょっと登ってみますね、窓から入る。はい、入ります。気をつけろ、気をつけろ、なんかいるかもしれねえ。あべちゃん、鍵開けた方がいいよねこれね。あ、危ない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 。じゃあ、紙ゲットした。あとは何もないかな？トイレも、ね、見てこれ、トイレの蓋も閉めねえんだぞ。もう、何でもやりっぱなしじゃん、この男の子。じゃあ、4枚目、いきます。4月7日、ジャンの誕生日ですね。今日初めて、お隣さんに会った。おお！お隣さんか、でも今何月だ？ドアを開けたら、隣の部屋の3号室に住んでる人も出てきた。母さんから、ご近所付き合いは大切にしなさいって言われてから挨拶したんだけど、一瞬大きな目でこっちを見て何も言わずに行ってしまった。今でも大きな奇妙な目が頭から離れない。それにあの歩き方といい顔といい他の人はなんか違うような。え？お化け？なんて失礼か。そんなことより今日早速席替えしたらあのミラちゃんの隣席になった。これから学校がますます楽しくなるぞ。ミラちゃんっていう子はこの子の好きな人？もしかして私がミラ？今日は朝から父さんは見かけなかったけど先に帰ったのかな。今の時期は仕事落ち着いてるって言ったんだけどな。父さんも大変だな。父さんこれ持ってかれたんじゃね、ワンちゃん。これ持ってかれたね、父さん持ってかれました、これ完全に。うわ最悪、父さん持ってかれた絶対。いや、あとちょっとね、100円と、あとカラスをなんとかしないといけないなと思ってるので、4、5、6。あと1枚はちょっとどこにあるかわかんないから、どうしよう、こっちとか行ってみる？いろいろ変わって落ちてあるかもしんないしね。もしかしたら。あ？なんかある。魚を拾う？え、魚？え、いや、気持ち悪い。え、なにこれ？え、食わせるのこれ。猫ちゃん、魚だよ。食べる？食べる？食べない。え、なんかいる？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 バイバイ、ちょっと待ってよ。ちょっと待って、いかない。ちょっと私は今、魚を持ってる。あ、待って、わかった。魚をまず、くっせ！くっせってやった方がいいのかな？逆に。くっせ、お前、マジくっせ、みたいな。怖い。怖い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 ！うわあ！誰？え、誰？え、誰？え、なんか、え、なにこれ？あ！お金もらった！ありがとう！お金もらった！やった！出会えてよかった！ありがとうだね、ほんとに。あと30円！猫持ってない？ 30 円。あと30円欲しいんだけど。何かしら、あ、ありそうだけどないな。多分これもしかしたらさ、カラスに食べさせんのかな？ねえ、一回やってみる？だって魚を欲しがる、え、なんかい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 る、なんかいる！魚がとっても邪魔。うわ！すいません！今日お魚取ってきたんです！取りたてのお魚いかがですか？そうですね、ゴミ箱からね、拾ってきたんですけども、めちゃくちゃ新鮮でね、とっても美味しい高級サンマとなっております。どうですか？お買い上げされますか？ポストに入れておきますね。え？え？死ねってこと？あ、お金がある。待って。うちこれをもらうのかと思った。え、死んでくれ、やばば死ねってこと？え、なにこれ、え、マジで事故物件、え、マジで事故物件、マジで事故物件です、ここやばいです。あと20円。これ、カラスワンチャンお金持ってないかな。なんか本当にさ、怪奇現象起こりすぎてて、もうやだ、もうやめたい、私。カラス？カラス食べる？
臭いよ、かなり。食べる？カラス？はい、あーん。おーおー、魚を拾う。やったゲットした、ラッキー。いや、あとお金20円どこにあるんだろうね。マイヤーゲットしました。じゃあ読んでいきましょうかね。なにこれ。あ、お金もらった。覗く？え、待って、まだいい、まだいい、ちょっと手紙読む。え、なんかある？え、やだやだ、やっぱりおかしい。いや、おかしいんだよもう最初から。死ねってこと？もうやだもうやだ。5枚目。4月8日。今日はおか、4月8日。今日は母さんの機嫌が一日中悪かった気がする。朝のおはようもいつもの笑顔じゃなかったし。父さんは？と聞くと、うるさい。って。今までこんなちょっとしたことで怒鳴られたこと、ああ、うるさいってことね。怒鳴られたことなんてなかったのに。父さんと喧嘩したのかな？一回だけ母さんから話しかけてきたんだけど、あの、おさらなじみのあいつを呼んできて、だってさ、あいつももう高校生だし、男の家なんて来たくないと思うけど、それも一人暮らしの男の家にさ。でも母さん一人暮らし最初反対したし、安心したいのかもな。だから近いうち呼ぶって話したら母さん笑ってたな。でもなんかあの笑顔不思議な感じしたな。あ、そうか、目が笑ってなかったからだな。少し不気味な気もしたけど気のせいだよな。幼馴染のあいつを呼んできて、男の家なんてってことは、じゃあ私か、隣の席になった子じゃなくって私かってことは、これカンズくんじゃない？この女の子もさすがに、え、なんか私かなみたいな、やばいかなって、多分感づいてくるよね、どんどん。え、で覗いてみる？え、絶対なんかいる、絶対なんかいる。もうやだ、これとこしたくない。行くよみんな、行くよ、いい、行くよ。え、怖い、絶対覗いちゃダメ、絶対覗いちゃダメだよ、人の家なんて。うわぁ、うわぁ、もう、なにこれ、え、わかんない、なにこれ。何かがある日まで、なんもない。なんもない。なんもないです。あとどこにあるんですか？ 10 円。10円が、10円があと欲しいんですよ、私。10円。落ちてないっすか、ここに。ないっすね。10円。なんか足音聞こえる。来ないで。なんかこの車とか怪しいけど、なんもないの？車。なんかないの？車とかさ。あ、これって、お、おばさんの車だよね。あ、反応した車に。だよね。だよね。なんかおかしいよね、反応しないの。鍵がかかってる。どうする？どこにあんの、鍵。ここら辺に落ちてる？鍵？鍵がかかってる。これか？なんかあるけど。あ、なんかあった。鍵だ。やった、やった、やった、やった。じゃあ、ここにもしかしてワンチャン10円が落ちてたり。10円とメモが落ちたら、もうなんかパーフェクトって感じ。いくか。あ、紙が落ちてる。お金はないか。お金ちょうだい、みんな10円。みんな今からさ、財布の中から10円出してくんない？みんなで10円。なかったら5円。2人募集。じゃあちょっとね、6枚目かな。やっぱ最後が自販機になるよね。じゃあこれ6枚目見ていきたい。え、待って、今思ったけどさ、え、鏡なんかなかったよね。気づくの遅。なかったよね。なんのお前、いつもこんな上上がってなかったよね。やば、なんかさ、足肌、足の足に鳥肌が。じゃあ6枚目。4月9日。母さんを朝から見なかった。うわ、呪われた。車も置いたままだったけど、どこ行ったんだろう。あー、お母さんの車が、じゃあさっきのあの車ってことか。で、おばさんって言ったのやっぱり、お皿なじみの子か。昨日も様子おかしかったと心配だ。今日はミラちゃんと話して超ハッピーなのに、なんだかテンション下がるな。父さんと仲直りして家に帰ったならいいんだけど。そうだ、母さんが
あいつが家に来ることを望んでたから、あいつを呼んだら母さんも喜ぶかもしれないな。あいつもなんだか家に来たそうな感じだったし、明日にでも誘おうと思う。あいつ来るかな。来ました。あと1枚だよ。10円どこか置いてないですかね。10円だったらそこら辺にありそうな気がするんだけど、ないもんだね、10円って。なかなか。あとどこにあるんだろう。100円、あたいの、あ、100円じゃない、あたいの10円、どこにあるの。こっちとかなんかあんのかな。うわ、もう怖いの。だからこの壁が嫌いなの、私は。もうやめて、嫌いなの、ほんとに。はい、ここら辺の端っことか、なんか真っ暗、めっちゃ真っ暗。え、何の音、何の音、え、なんか誰かいる、なんか誰かいる、誰、え、誰、絶対なんか来る、絶対なんか来る、やだ、消えてった。どういうこと、え、なんか中に入れたんだが。すいません、不本侵入してしまって。待って、あっ、ラッキーガール、100円、やったー、嬉しい。え、でも何も入れない、何も入れないし、何も入れない。ただ10円だけを盗みに来ただけっていう、ただの泥棒ね、うち。じゃあこれで、でも100円揃ったので、自販機でくしゃくしゃになった紙をね、ゲットしに行きたいと思います。さあ、最後の紙、なんて出るのか。はい、来ました、いただき。なんて書いてあるかな。なんか、今、なんて書いたんだろうか。苦しい、死にそう、さよなら、みたいな。最近悪夢ばかりを見るようになった。っていう感じ終わるのかな。じゃあ、ラストいきます。ラスト。怖い！逃がさないよ。残りは読めない。残りは読めないっていうのはこの子のセリフだよね。やばすぎて読めないってことでしょ。どうすれば読み終わるしかないよね。もうないからね。悪いけど、もう帰ろ。後で連絡しとけばいいよね。なんか声が暗い感じがいいね。なんかね、可愛いね。声の暗い感じが。帰ろ帰ろ帰ろ。なんか怖くてちょっと、怖い怖い。あれ、なんかドア閉まってない？ドア閉まってる。覗く？覗いちゃう？絶対いる！え、誰？の、待って、ごめん、最後ちゃんと見てない、ひっくり返ったから。これバッドエンドか。これで終わりなんだ。マジ、まさかのあれで終わりみたいですね。これハッピーエンドっていうか、トゥルーエンドなのかな。他のはどんなのがあるんだろう。いや、怖かった、何気に。なんかね、今もねだいぶ怖いんだけど、初代も初代でね、かなり怖かったです。いや、他にもね、チラザートさんの作品めちゃくちゃあるので、またね、きっとプレイすると思うので、お楽しみに待っていてください。はあ、怖かった。ご視聴いただき、ありがとうございました。また、次回の動画でお会いしましょう。おつぱん！怖っ。